ハウです。はい、勝ち合いました。寄ってく？おっとちょっと上がっていただいて、気を取り直していきましょう。スーパーストリートファイター2エクストーダ戦どうぞ。はい、第37回東西戦始めたいと思います。 1P は、ノリチュンリ、2P は、これはジックスですね。ジックスリュウギックスじゃないんですか。ジックスでございますね。まあ、ノリ君この間ちょっとずっと待せてもらいますよ。ありがとうございます。まあ、今日はね、スタート、レジェンドでゆるくやらさせていただきたいと思います。はい、この間のりくんは出てますね。彼、ね、はい、なかなか上に対して強いですからね。途中台しっかり出て、さあギャラミス、さあさあ刺さらず、逆にシンクロ刺さりましたね。さあひっくり返しました。刺さって取ったのはジクス、チャーリュー。なのでさあ、ノリ君、この間ね、グッサンと新日本でやって、えらい目に遭ってて、もう引退ですわって言って、今日はあえて復帰してくれました、ありがとうございます。グッサンにやられたんですか。まあ、まあね、もうちょっとざっくりやってもいいのかもしれんなって感じがするんだけど、この組み合わせは、準備側はね、あれですね、対戦時間が短いですからね。そうね、まあね、チュンリーギル面白い言われてるし、灼熱ですね。わあ、ゼックスのシンク刺さって勝ったな、ゼックス。沢田さん出てきましたよ、沢田さん。はい、次は沢田ですね、ワンピー側。早いですね。この間もね、えらい、MP 満タンで調子よくわりわり魔法使いながら勝ち進んでましたけど、ジックスも結構しっかりしてますからね。ギックスですよ、ギックス。ギックスってジックスじゃなくてギックスな。え、そうじゃないんですよ。失礼しました。ただ投げ、お約束。さあ、浸って返せない。まあね、あの方だったら前ジャンプで数抜けれる可能性あるんだけどね。ああ、そうですね。もうちょっと、うん。一応可能性かけるのもあるかなと。さあ、川田さん乗ってますよ。さあ、調子に乗ってます。また無双してくれるんじゃないですかね、これね。あ、でも無双されたら困るの、まあ、うちのチーム。あんたのチームだね。さあ、この組み合わせ知らないとね、しっかり打てるところでハードを打たないと、あっという間に画面端、こうなってしまう。ガミ戦の経験が少ないとなかなか難しいですね。そうですね。これがね、まあ、おおお、これは、おあー、悪い。これガードされたら死んでんじゃねえのか。まあ、勝ちはいい。さあ、ギックスさん、早くも2連勝中ですよ。いや、ギックス負けてるっちゅ。あ、ギックスじゃない、グランスタイル。グッサンだよと。今いるのは赤じいさんの方だよと。グッサンですね。さあ、大パン、体育大パン。さあ、めくりはグッサン、飛びがちょっとね、精度がちょっともうちょっと上がるといい感じでいけるんですが。さあ、めくたつ。さあ、めいいですね。3段ぴったり決めました。3段決めます。さあ、グッサンで最近ね、成長株でね、めちゃめきめきね、強くなってる感じがするんですよ。地上メインでどんどんハードを打ってみたいな感じで、いいファイヤーだ。おしっかり、くらい投げ。おお、これ、あ、届かない。ちょっと遅かったね、今ね。さあ、どっからでも出る総流拳。さあ、まあまあ、前半戦なのでちょっとミスが多くてもしゃあないかなっていう感じで、
取ったな、サーガはい打ってきますね、エグスさん。うまい、いいんじゃね、うん、打ちたいとき打つ、これでよろしいんじゃないかと。いやー、慣れないとこのフーリーワンがきついですね。間に合わない。あー、ワンじゃなかったですね。さすが10年編、そうだ。はい、ワンピーゴーね、3人目の竜、レジェ行きました。あ、MC は、交代して。レジェンドさんから交代して、レイヤーに変わります。レイヤーでいつも通り行きましょう。普通にテンション上げていきましょう。いいです。さあ、沢田調子ね、やる感じだね。やる。そして、あーめー、よかった。出られねー。中和主義もやる。カウンターヒットで沢田さん。あ、今日は MP が多いですね、とりあえず。とりあえずね、この人ね、突っ込むのはちょっと大事ですね。多分打たないと思ったら前進んでいいじゃないですか。飛ばないで十分です。これで陣取りちゃっちゃと終わらせてた。さあ、関係なく打ってくる。そして、やばいや。あ、ねえよと。さあ、あっという間にダメージ。これね、波動拳打てないとこの位置定位置になっちゃうんですよね。引かれない。引からないじゃなくて引かれない。さあ、田さんでしょう。さあ、チャラ男さん、チャラ男さんが出てきましたよ。ああ、おかえり、ちゃっちゃと負けて落ちた。あさりちょっとやられちゃいましたね。打たんと押されるよ、この人間は。チャラ男さんなら何度かしてくれるはずなんで。まあ、本来キャミらしいですけども、よくわかりません、私。ちょっとこの組み合わせは、僕も全然わかんないんですけど。まあ、しゃがみジャッパン、しゃがみチューパン打っては、まあ何も入れんよって話らしいんだけど、なんだかんだ、ああ打ち取ってって感じでしょうけど、あ、なんだかんだ、言ってるうちに沢だよ。4連勝リーチ。さあさあ、沢さん今日投げが冴えてますね。まあもうちょっと息切れすると思いますけども、なんかちょっとやりづらそうにしてますね、ブランカ。いけいけどんどん、いけいけどんどん、いけいけどんどん、ガツガツ前きますね、キャメ。うわ、沢田レバーに前倒して、とりあえず手足出す。さあ、ワンピーが5番手、ミヤミヤ。さあ、これも4番手の竜ですね。ほんと中部竜多い。竜多いですね、ほんとに。竜だらけですね。ただこれで今日は竜は品切れだな。そっち側。ふたちゃんが竜じゃないんだな、今日は DJ の。あー、DJ ですか、今日。じゃあもう、勝ったな。まあ、か。いや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 、まあ一応なんかね、まあまあ、バルログとかバイソン中2に当たる前提だったのかなと。ああ、最近、あれ、前も竜じゃなかったですね、ひたちゃん。で、結果は見てないんで、まあまあ、しっかり宮宮が勝っているんですね。さすがですね。さあ、打つ、打つ。さあ、呼吸の波動。さあ、いやいや、熟練的な、なんか、熟練はしてねえな。綺麗に勝ち回ってますね。さあ、リッハードでございます。もう、さあ、キャミの体力が、キャミはもう歩くかマイジャンしかねえよ的な感じの。さあ、これは重ねてで終了終了。今日のサーダここまで、ね、さあこちらね、サーバードベイヤーベイヤーホンダ、最近ベイヤーホンダばっかりですよ。ホンダですね。なかなかあのセンスのある感じで、悪くねえよ的な感じの。さあ、だしかし宮島、宮宮相手が悪いっすね、ちょっと分悪いんじゃねえの、飛ばしてる人大好きよ、この人。でもなかなかあのバンクラスもあり得るんだ。まあ、ベイさんならそれは波動拳だと思います。はい、さあ、敷地大工足長い、こうなると苦しい。さあ、もう甘えは効かないよと。相手が悪かったですね。ニヤニヤに本田はちょっとね、あったり処理されてますよ、これ。勝てるわけねえって。まあまあ、とりあえず歩いて投げたら勝てるぞ、多分。まあ、そうしたらない。引き分け。冷静って一瞬、いいガード、いいガード。必殺、食本よけですね。食本よけ。食本よけですね。さっきから。波動当たってないですよ、これ。さあ、50秒使って陣取り。これな、さあ、慣れてきたんじゃないですか、これ。そして2ありますよ、これ。さあ、決まる。さあ、何をしたのかよくわからんけども、当たりましたね。1ラウンド目はひょっとして、ちょっと遊んでたんですかね、ベイヤー。まあまあ、まあ、ベイヤーぐらいになったらな。
2ラウンド目ででも動きが見違えるようになりますよ。ダメよ、冷静的な感じのことを言ってるベイヤー。さあ波動が当たらない。これね、主音マイクマイクでね、ベイヤーの喋りを拾いたいね。崩れた、一発当たったら崩れましたよ。じゃあもうここな、こうなると結構な絞りになる。崩れましたよこれ。一つ当たって下がって、ハト打つか打たないみたいな感じの。いやでもまだワンチャン。職音よけ、職音よけ発動。あー、そのゼロ距離無理だね、うん、勝ったのはミヤミヤ。来ましたね、灼熱のカードが。さあわ、さあ若者小池が来ましたが、小池宮さん、宇田健下がって、最近めきめきこの小池君も力をつけてきています。さあ割り切った飛び、ね、さあこの体力差でも飛ぶ、打つと思ったら分からないぞ、これが若さ。おっと、倒さない。中盤中継で追い返して取ったのは小池。本当に楽しそうに卒業しますね。いやいいね、やっぱね、楽しくないとあかんの。若者がね、楽しくやってんだ、いいことですよ、このゲームで。そうだね、ヤン、第1回ヤングタイガー覇者小池。あ、そうですね。さあ思ったら飛ぶ。さあそこから投げ、さあ何をしたかよくわからんけどファイヤーもらう。さすがにきっちり散らさせて、わからないですよこれ。うわー、めくりは。さあこれなんだろうね、投げ返しにしたらまあちょっと散らしてもらってる。さあさあね、さあバックジャンプから攻めて、さあミヤミヤの方がちょっと落ち着いてる感じがする。まあでもお互い慎重な立ち回りですね。そうですね。さあ画面端キープ、めくらない。さあそばそばから画面中を取り直して、もう一回気を取り直して、レッツゴー。もう竜側はこれダウン取ったら一気に決めたいですよね。まあ人によるんだろうね、画面を差しに行きたい人もいれば、うちらみたいにガツガツ巡りに行きたい人もいる。さあ追い込んだ、遅れた父親に勝利しっかり打たれる。ここで決め切りたいですね。さあ踏んだ、ワンチャン発生。あっとー、さあツーチャン発生。投げる、勝つなら投げる、勝ったな小池。これがありますからね。さあ、ふかちゃんの DJ が。さあ、チャンフカ DJ 来ましたね。さあ、これも相当強い。相当ですね。まあ、組み合わせによるのかもしれませんね。とりあえず定番の面白い組み合わせは圧倒的に強いですね。さあ、このガイルもその一つの組み合わせ。さあ、ガイルがもう無視領域だ。競争に食っちゃうとね、くぐられちゃうんだよね。これがチャンフタさんの DJ。 ジャックでやってもダメージ負けってちょっと辛いところですね。さあ、総裁合戦で前飛びいっぱい取る。さあ、こうなるとこれね、ガイルガーの締めがすごい難しそうだよね。やりづらそうです。難しいですね。まあでも俺たち分かんねえから語れねえよ。しょうがねえから麻雀の話でもするか。最近どう的な、最近はね、スライドにガチガチいってる、ふかちゃん。さあ画面ちょっと戻る。さあ体力的には5分ですね。体勢を立て直したい小池、やるしかねえ小池。おこ、おっと立ち直る、一発圏内ですよ両方。おっ、しっかりしてる。ダブルサーバー入りましたね。若さだね。うん、あそこでダブル打ったれと。さあ普段の好きなきついだからね。これ一発だけでもう画面端なのがきついね。さあここから苦しいですよ、ガエル。体力がね減らないね、ジジが。さあ総裁オープン、ヘビ下から体力ほぼ一緒ぐらい。さあ総裁合戦、歩いてきて、その来ないの4が歩いてる。うわ、これはおっと、さあ一旦距離を取ったか。この後スタムはどう返すか。あー、前飛び込みが入ってしまう。痛いワンチャン、痛い痛い、さあ痛すぎる。これぞ DJ 勝ったのスタムだ。ガチャン、これがしかし DJ、 これがあります。さあ起死回生で生き延びたフタちゃん。さあその教授、教授いつも通りやれば勝負になるとは思うんだが、ちょっとこのアドバンテージ焦らないことかなと思いま す、ね、やることやって、生きるなら生きる、死ぬなら死ぬってことですね。
大事にね、この回見てもらうとな、もうドリルすがドリルすがやりたくないんだけど、体力はもうトップです、まあ、DJ はクルージングって感じですね。あ、決めに行ったところを地点に近いで、まだありますね、これでも引かればもうおしまい。これどうすんの、ただね、まあ、打たして打ったの蹴られる、さあ投げるさあ、あっという間にアドバンテージを取ってクルージングをできる立場は DJ が、展開が早いですね、これ。そうだね、さあやるしかねえで、そこをファイヤー打って時間が過ぎてしまう。あ、俺だ、じゃあ頑張るよ。さあスターさんのバイソンですね。おい、カウンター DJ 汚ねえですよ。DJ ですか、ね、いやがったこれ。おー、出て夜一回転んだ時の絶望がすごいですね。見れたよと、さ、わからないぞ。おお、見れ、わからないぞ、見れやがったこれ、汚いやつだこれ。投げー、汚ねえ。さあ1本目はふたちゃんの DJ、 はい、これ冷静ですね。さあバイソンが固まっている。おっ、飛んでったよ。投げる、ゴチ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 、あっという間ですね、このヘリ。お互い汚ねえ対決ですね、これ汚ねえ対決ですね、これ、まあ、どっちの方が汚いんだろうね、今度は勝つみたいな。おっと出たよ、俺定番の。さあ体力がもう半分持ってかれたぞ。上はもう止まらないですからね。おお、あ、まだわからない。ピーバン、お、熱い。これは出なかったこれ。さあここは削りですね。さあ大将は、オペメタル、あ、オペメタルですね、はい。来ましたね。さあ最近ベイビーメタルに土地狂ってるという噂のオペメタル。オペメタルね、改名したんですか。オペメタルになってましたね。オペメタルでございます、はい、オペメタ。さあオペメタルになって弱体化しなきゃいいが、さあ今日久々に参加のオペメタル。さあ詰め頑張るオペメタル。ただオペメタル言いたいだけよね。よし、さあ詰め、もう当たりゃいいんですよね、あの詰めはね。もうおっと投げが決まる。あー、バレバレ、冷静ですね、ウタちゃん。オペメタル頼む、オペメタル。さあバックジャンプ開幕、クルージングスタート。さあウタちゃんもこの組み合わせ慣れてるからね、だいぶやってますよね、 DJ バルは。いや、本当にいわゆるフォーカードは全部やってるんで、灼熱の組み合わせやってますんで。さあ、オペメタル投げる、オペメタル投げ返される。やはりさあ、オペ投げて、いけ、オペメタル。さあ、どっちか当たって、よかったな、オペメタル。さあ、3ラウンド目。さあ、これ、2チャン倒してね、プリンスを引きずり出したい。最近、4連中のプリンスを引きずり出したい。調子いいですね、プリンスさんね。勝っていただきたい。おっと、さあ、踏んで、体力半分と満タン。画面端から引きずり出すのか削りに行くのか。さあ、画面端から固まってますね。もうね、もう無理していく必要ないです。中足で立ち台1本か使い切りか取れないんだろうな。こうなるとこうなりますね。さあ勝ったのはワンピー側、おめでとう。鉄壁でした。次はエキシビジョン。みんなの期待を背負って出てきましたね、プリンス。さあ今回大将春間でもなく2ちゃんに勝ってもらってエキシビジョン。さあこの組み合わせね、今ちまたぶざっと準備がいいなのかな、そんなのはどうでもいい、こいつらの問題だ。さあ画面端が出て1
スクラッチもらう投げたいのな、これね、あ中盤の戻り中腕なんでね、投げミスっても投げちゃえみたいな感じなの怖いんだよね。1人1かけたら終わったのだ。さあプリンス、力強いプリンスを見せるぜ、無敵のプリンス。ここで終わりなくはないですね、プリンスが知ってる間に、なんかスピーカーでもらいました。プリンスはもう死ぬんじゃないですか。さあサクッと死んで、ね、さあ力尽きたプリンス、ね、勝ったのはワンピチームでした。お疲れ様でございます。やはり勝ったな。はい、第37回東西戦はいかがでしたでしょうか。私こんな感じで参加できませんでしたので、とっととエンディングを終わらしたいと思います。ああ本当にでもムカつくな、本当に。なんで金曜日に限ってこんなことにならなあかんねんって。まあそんなこと言っても知らないよね。だからみんなも打つぜ。じゃね